夏休み特別企画、2019年に放送された伝説の人気企画をプレイバック。高級派は潰れるのが早かった。罰に足な。やっぱ慰謝料も大変だろうから絶対復活した、復活というか投げるようになりたいですよね。千賀でさえよ、うん、本当のエースになれないのはそこじゃない、やっぱ、うん、ホークス4本柱レジェンド新年会、おめでとうございます。おめでとうございます。まずこの4人で集まるってないもんね。ないっすね。ないっすね。誰か欠けてるもんね、絶対。あ、先発4人は飯行けないでしょ、だって。そうやな、ローテーション的に。この3人の中で俺ワッチとご飯行ったとかっていうあんま記憶がないもん。僕も記憶ないっす。なあ、なんか悪いんですか？でもこの3人の中で一番野球話したの俺ワッチやな。こういう話は聞いたことはない。渚には聞いちゃいけないです。うん、僕一回聞いたことあるんですよ。渚に、はい、スライダーどうやって投げるのって聞いたら、うん、こう思って、うっって投げたらいい。もうこれ聞いて、あ、もう渚に聞くのやめようと思って。教えるんやろ、子供にコントロール。確かに。あら、痛いとこ。痛いとこ来た、渚。キャッチボールは大事だよ。4人のプロ野球人生を年表で振り返ると輝かしい実績がずらりと並びます。見てないさ、分かるやろ。 俺とお前だいぶ少ない、だいぶ薄いやろ。おや、薄いよ。杉が杉がダントツっすね。ダントツやな、俺。ほらほら、いいや、いいの入ってるやん。ベンチをこうするってほら入ってるやん。目につきますね、それ。なんかさすがに当時王監督も怒ったな。怒ってましたね。怒ってたな。いや、びっくりしましたな。あの時も2回7失点で、で、王監督はもう1回かせろ杉内にっていうわけで、嘘。いやいや折れてるしっていうか、こっちになるじゃないですか、うん、もうそれを聞いてまた激怒しましたから、ね、なんだとみたいな感じで。いや、そうやな。杉とワッチのこといっぱい話せんねんけどな。なげさ、まあまあ唯一話すのここを。なげさ、一応こうって思う。1試合に5は覚えてるんですよ。1試合5もあるの。僕その時に車ナンバー5やったんですよ。しかも車屋さんに、ちょ、ナンバー何がいいって言って、いや何でもいいですって言って、したら5にしたら、なんで5ですかって言って、縁起がいいとか言い出して、1日5個やって、5を変えたっす、5個、ナンバー。続いて、4人の年度別の成績を比較。じゃあこれパッと見て、自分で一番こう誇れる数字って何？まず俺ももう負け数が短い年数の中ではもう少ないかなっていうのが俺は誇れると思う。勝率もすごいですもんね。7-7-6。僕もそういうのは防御率じゃないですか、やっぱり。4人の中でやっぱ唯一3点切ってますから。3.99 ですよ。どこや、何があります。お前でも三振の数やで、絶対数字的に絶対高いやろ。150試合投げた。僕慣れてると思います。これはちょうど確か150試合だ。なんかもらってたのか。あ、買った。お前そんな投げてんの。そこだけ誇れるっす、神様に勝ったの。嘘。で、次がこれ300ちょっといってるでしょ。316。おー、200ちょっと多分。242。おー、すごい。意外と240何度で126って結構な人は確率になってくるね。そうですね、すごい勝率はいい、勝率いいですね。記憶にも記録にも残る4本柱の足跡。ここからは4人の本音に迫ります。最初のお題は、監督に向いているのは誰。せーの、じゃん。自分で自分でその下その下。和美は杉内を指名し、その杉内は同級生の和田を選択。ワッチから怒りそうでもないし、でも的確なアドバイスとかはしそうな感じはするのかなと思うんですけどね。和美さんはないんじゃないんですけど、怖いから
でもね、選手ね、萎縮するんですよ。おい、もう俺もこれはもう、いい人キャンペーンしてるんだよ。渚は絶対ないですよ。そう。渚は絶対ないです。まあまあ適当っすよね、うんうん、和田はその和美を指名。怖いぞ。選手萎縮するぞ、本当に。力出せんぞ。怖いかもしんないけど、まあ、金髪しなかったら大丈夫。もう大丈夫。もう今黒いから大丈夫。もう黒いから大丈夫。もう大丈夫。もうだいぶ丸くなったから大丈夫。まあ、和美さんの話した時にやっぱりすごいいろんな状況をぶっちゃ考えるんで、まあ、監督に僕そこまで考えられないんで。ワッチは考えそうですよね。いや、むっちゃ細かく考えてるじゃないですか。だから的確になんか全部采配とかもやるんじゃないかなって思います。なるほど。はい。まあ、渚はまあ一番最近です。渚はないよね。渚は。いや、もうやっぱそうだ。渚はないな。そうまず試合開始にまず間に合うかどうか。まずそこから。試合とか普通に遅れそう。そして、自分の名前を書いた荒垣ですが、気になるのが下の文字。なんでお前の下でやるね。これ最高じゃないですか。お前の下で俺こう一回和美さんちょっと下についてほしい。なんかしたいね。お前俺をどういうふうに思ってんの。いやいや、もうやっぱりお斉藤っつって。そうなったら一応斉藤コーチは監督敬語の敬語だね。敬語なんすか。そらそらそうよ。周りがいるときはね。おらへんかってボロかすコーチになって思ったんですけど、やっぱ僕野球知らなすぎです。何やねそれ。あの野村さんとか言うじゃないですか、野村監督とかが。やっぱりキャッチャーとか二遊間の人が監督になった方がいいっていうのは分かります。野球知ってるから。やっぱ、うん、基本的にピッチャーって自分が投げて、うん、あとは人任せじゃないですか。あ、まあそうやな。でもキャッチャーとか二遊間って常になんかこう試合のこと考えてやってるじゃないですか。状況とかサインプレーもそうだし、うん、こうなったらこう動くとか、うん、前進守備とか、うんうん、この前僕宮崎キャンプ行って監督の横で紅白戦見てたんですけど、こういう場合どうするとか聞かれて答えられないですもん。ここ前進守備ですかとか、1点その点差によってとかですよ。ここは1点差だからどうするとか、状況判断ってことが瞬時に出てこないです。あ、そう、まあ、だから僕野球知らねえなって思いました。いやいや、めっちゃ怖いよそんな。だからコーチ大事ですよ、コーチは。まあそうやな、コーチは大事。続いてのお題は、この中で生まれ変わるなら誰？せーの。二人や。わあ、待って終わりだ。まあやっぱりそうなると僕自分ですから。綺麗に杉内と和田に分かれますが、杉内はまさかの自分。大変そう。そお前何それ。大変そうな。いや、なんかもう考えすぎのとこも、まあマイペースなとこもありますけど、考えなさすぎでしょ。だって逆に。いや俺は。和美さんはね、なんかね、バツニアしな。お前。全然乗ってます。まあまあ、うん、いいですね。いけますね、うん、もうそこまでいってんですね。やっぱ慰謝料も大変だろう。そんなやっぱ自分しかいないんですよ、こうなったら。先輩いじりが激しい杉内を選んだのが和田。杉のピッチングはやっぱり僕の野球でですか。野球で組みたかったの俺。全部がもう結構目標です。目標っていうか。そんなこと言ってくれるの。いやでも分からんでもないな。やっぱり次の場合は映像を見てるとなんかはーなっちゃうんですよ。一方、和田を選んだ荒垣のシーンは、いや僕はやはりあのね、考えなさすぎて、やっぱり考える人の国にもちょっと、いや考えてるんですよ僕。一生懸命考えてるんですよ。で僕感覚でやってたんで、もともと野球も、うん、だから結局感覚でやってたのが、感覚が狂った時にやっぱりその冒頭になったわけじゃないですか。自分で修正しきれなかった。なるほど。だからやっぱりこういう時に剛みたいになんか考えてた方が、もう少しあと3年ぐらい野球できたかなっていうのも。同じく和美も
和田のストイックさに憧れて、トレーニングの方のこととかも、あ、俺もそういうとこまで考えてたらもう何年かこう投げれたかもなとかっていうのがマジすごいですよね。そう、考えてますよね。僕の場合考えないとできなかったんで、もう投げたら150とか、投げたら140っていうタイプじゃないんで、考えてようやく140出るようになったんで、だからちょうどね、このね、分かれてると思う。その俺らは剛球で勝負するのとキレで勝負するタイプです、ね、だから剛球派は潰れるのが早かった負担がね、ほら、はい、ほら負担が起きてる、力みもうだから羨ましいですよね。羨ましいっすね。こっちやだ、2人も一生懸命投げてのあのキレだけど、俺らから見たらもう俺らもっと一生懸命投げてる感じだった。で、パーなってる。うわーって投げてるのに、パーみたいな。な、取れんかみたいな。ここで俺パスタ食ってたら足首脱臼しなくて。これ以上いい。足首脱臼したし。本当にこの3人で神に触りかけみたいな感じですよ。負けないようにどうするかっていうのが自分の中であったから。